で、うん、いやめちゃ知られたもある、あるやつでいいです。あったピンク、え、そうなんですよ。ピンク可愛いけどさ、ちょっと濃いですよね。そ、違う、カバーつけちゃうとさ、うん、紫に見える、もしかして。あ、確かに。でもこれでも結構緑、なんか、え、ももちゃんどこれ、この緑色、緑なの。え、それ緑、先生でしょ。え、これ緑ですよ。ちょっと、あ、コメントでリリカ様やって言われてます。バレてる。ふわさんも広く見えます。やっほーやっほー、 やっほー。え、ピンク可愛いな、これ。え、可愛いですよね。そう、あのスマホの不具合で、ね、メールが送れていないんですよね。あら、私も前まで不具合が。可愛い。え、白可愛いかもしれない。え、もう私も白が欲しかったんですよ。え、でもそれ、その緑マジでさ、可愛い。え、ほんまですか、よかった。なんか緑と黒があったんですよ。急に配信を始めてしまいました。で、黒もいいかなと思ったんですけど、なんかこの色と黒を見てみたらちょっと可愛いなと思って。いや、そうね、わかる。待ってさ、一回実物見てみたいかも、全部。あ、実物で結構色変わってきますもんね。白かな。白が一番使いやすいと思います。白で、じゃあ手なわけで配信始めます。ありがとう、ももちゃん。ごちゃ帰りのももちゃん。そうです。生きて本当に、ももちゃん生きてます。本当に生きてほしい。全然大丈夫。全然大丈夫なの。手持ち配信ありがとう。先ほどはなんかさ、置けるもの探してから始めればよかった。ありがとう。あ、ビーアイドル、これは無理だわ。やっほー。あ、あんまり、よし。そう。2店舗ありがとうございました。え、ありがとうね、本当に。ありがとう。あ、これは。え、あ、逆にヒロコ何当たったの。いや、私とみじりだよ。え、見たい。見る。開けるだって。あ、開ける。ありがとう。そう、みんなハッピーセットさ、買った。そうなんだ、うん。え、そう、トムジェリーなの。なんかジェリーの頭をこう動かすと走る向きが変わるらしい。どういうこと。なんかこれ今正面向いてるから正面に走るけど、これがなんか右、ゼリーの頭を右にすると走る向きがわかるでしょ。でも言いたいこと、うん、いや、私もやりたい。やりますか、リリカさん。うん、なんか今これ右向いてるので、こう走る向きが右なんですよ。あプリキュアでした。どうも、配信します。はい、プリキュア。すごい、見えました。そう、中がなんかね、万華鏡みたいになってるのよ、ここが。かわいい。本当にありがとうございました。面白い。
面白い、ね、変な言い方、面白い、面白い、寄付ずっとやってるよね。ってこれめっちゃなんか何入ってる？わかんないですけど、なんかめっちゃ気持ちいいです。犬っぽいですね。なんかめっちゃ、ま、なんだナゲットのソースめっちゃつけちゃいました。なんかバーベキューだっけ？そう。バーベキュー。ちょっとでも服気にもならない今。いいんだ。うん。いいんだ。ほったらかし。ワンダフルだから。あ、絶対そうですよ。ワンじゃん。絶対ワンちゃんですよ。ワンちゃん、ワンちゃんフルですよ。ワンちゃんフルだね。すごい、ハッピーセットってこんなちっちゃいのがついてくるの初めて知った。私もなんか私の時のハッピーセットなんかさ、あれ時代変わってきてるのかな。そんな、え、どうなんですかね。なんかあの時アースマジックとかジェニーとか、あ、分かる、分かる、分かる、リカちゃん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 、分かんない。え、なんかキティちゃんのちっちゃいなんかぬいぐるみみたいな。え、そんなの。あったあった。え、それあれじゃない、最近じゃない、キティちゃんのさ、最近よ、50周年みたいな、カラフルなキティちゃん、なんかカラフルなキティちゃん、あのさ、ギャルのキティちゃんとかいるやつでしょ。いや、なんかそれ最近だね。なんかキティちゃんがウサ耳が生えてて、あ、わかる、わかる、あります、あります。なんかその時代、その時代、その時代。でも年代違うよ、母さんの方が近い。はぁ、じゃあ、モーカのお母さん、モーカのお母さんが、なんか一時期、あの友達のがマクドのバイトしと友達がおって、だからおもちゃを大量に持って帰ってきとったから、それってこと、それだから、それで分かるのかもしれない、その時の時代が。あ、じゃあそれだ、すごい。え、ももちゃん、じゃあそれだ、一緒だ。うん、昔つけてたもん、つけてた、うん、習い事の。え、あのリカちゃん分かる？え、私分かんない、めっちゃリカちゃん持ってた。リカちゃんが入ってるんですか？え、うん、リカちゃん、めっちゃ豪華じゃないですよね。いや、なんかプラスチックのリカちゃんが入ってる。え、それ最近ですよ。え、それ最近です。私この間開封しました、配信です。開封した。え、ね、そんな最近のじゃないよ。し、ありましたよ。え、でも3ヶ月前ぐらいに。3ヶ月前ぐらいに、めっちゃ最近だった。え、待って、違う、小学校、あれ3年ぐらい、小学校3年、プラスチックのリカちゃん、わかる？リカちゃん、わかります。 あったんですよ、この間しました、それ配信で。プラスチックリカちゃん開封動画です。え、あのなんかカービィのやつってハッピーセット、ハッピーセット、ハッピーセットなんだ。カービィ、カービィ新潟売り切れ、もう1時間です。すいません、新潟在庫少ないので。いや、めっちゃ人気だったんですよ。うん、そうだよね、びっくりしました。しかも JK が買い占めるっていう。あー、ルアン友達もみんな、あ、そう、放課後マックだった。あ、そうなんですか。けど私は JK やん、それ集めても私すぐね、どっかやっちゃうから無理だな。人気だったの。でもそうなんですよね、集めても多分いつか、うん、って思う、なんかもう、うん、使わなくなるんかな。でもめっちゃ可愛かった、カービィ。カービィ可愛かった。可愛い、スヤスヤカービィ、スヤスヤカービィ。え、そろそろグラコロ始まるって。グラコロ始まる季節、冬だよね。冬だ。月見バーガー、今月見バーガー、月見バーガーあと3日で終わっちゃうらしいですよ。 え、そうなんだ。まあでも後悔はないよ、もう。食べた。私グラコロめっちゃ好きなんですよね。じゃあもうちょっとでやってくるって感じ。めっちゃウキウキしてます。ウキウキ、いいな、グラコロ食べたい。美味しいです。食べたことなくて損してる人生で。もなんか初めて食べた高校生やったから今食べるべき。あ、そうだね。じゃあサムライが好きかな。サムライ食べたことないですよ。マジで美味しいですか。お肉って感じ。お肉、肉、肉って感じ。あんまりバーガー食べないから、サムライを家族から一口もらったら感動して、うん、え、気になる。なんかさ、マックって絶対限定食べちゃうからさ。そうなんだ。え、なんかさ、そっちに行く機会があんまないんだよね、限定に走っちゃうから。え、私逆に定番行っちゃいます。嘘。なんか失敗したら嫌やなと思って。
エビフィレオとかいつもあるやつ食べちゃう。確かに。そうなんですよ、チャレンジできないんですよ。限定美味しいもん。あれは三角チョコパイは何派みんな。白も白です。おー、ラオですよね。白。え、でも今年なんか芋味、そう、お芋みたいな食べてなくて。食べてないのに。え、なんかさ、めっちゃさ、綺麗な色だった。食べました？食べてないです。なんかスクリーン、いや、スクリーンを見てて、あ、なんか綺麗な、そうだよ、ね、2種類な色ある。え、2種類、え、なんかあるあった、ピンクとあとお芋の色。ピンクって何？同じなんだけど、同じなんだけど、なんか中に中入ってる。中でってことですか？ピンク、色はよくわかんないんだよね。ピンクは何？芋味？いや、わかんない。さつまいもの。さつまいものとか？あ、お芋キャラメルらしいです。あ、そういうこと？お芋がピンクで、キャラメルがってことか。キャラメルですね。いいな。絶対美味しい。でもめっちゃ甘そう。絶対美味しい。甘い。こんにちは。あ、じゃあみんな言おう、みんな。あ、言おう言おう言おう。明日から4期生の、イベントが始まります。頑張ります。頑張ったな。本当に頑張ってください。ありがとう。すごい頑張ります。タイトだね。スケジュール、いつまでですか？明日の、明日の5時からなの？明日から、うん、その1週間くらい。来週まで、月曜日までです。全員参加。全員参加です。参加、頑張ってください。泣き泣き頑張ります。高めにしよう、ね、ありがとうございます。ありがとう。まだよし、ます頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。優しい、優しい、オッケー。優しい。頑張ってね。リリカさんの外カメはちょっと汚い気がする。外カメ汚いとかある？いや、なんか曇ってるんだよね。そう、あ、でも分かる。量のよく曇る。なんか柏崎花火あったじゃん。 ありました。カメラ曇ってたせいで全然綺麗に撮れなくて。そうだったんですね。なんかさ、カメラ汚れてるとさ、なんか光とかさ、なんか横とかになるの、なんかぼやなって、あ、そう、ぼやぼやぼや、そう、それなって、うわ、ちょっと最悪でした。なんかさ、でもさ、こんなに、ま、近くで見れることないなって思ってさ、目で見ることを優先してたら花火映ってなかった。あれはちょっとは分かる、分かる。花火の、あ、なに、行くところまで撮って、パっていうのは映ってなかった。パンです。そこ一番大事なの。映ってなかったから。あ、でも肉弾が一番綺麗だよね、花火って。動画見ても、楽しいと思う。だから、そう。なんか動画で見るにはさ、めちゃめちゃいいカメラを持っていかないとだよね、多分。そうですね。そうだね。なんか、そう、だからさ、YouTube とかでもさ、同時配信とかあったけど、絶対生で見た方がいいよね。わかる。てか、行くまでが楽しいしね、とか。なんかさ、混んでるのもさ、正直楽しくなってくるタイプの人間。うん、なんか屋台とか一番少ないところ並んで、え、そう、ね、頑張ってね、楽しい。そう、めっちゃめっちゃ混んでましたよね。ね、チョコバナナが、あ、そう、チョコバナナ、チョコバナナいけるって、チョコバナナ、チョコバナナ買って、チョコバナナ、チョコバナナ。チョコバナナはちょっと奥らへんにあったから、あ、そうなんですね。ちょっと隠れな、一緒に行きました。そう、一緒に行きました。ルアさん、いいな。ルアさんだって。ルアさん、ルアさん、リリカさんだよ。リリカさん、リリカさん、やばいね、4期生入らしいじゃん。私、ともかさんになっちゃうんですよ。え、そういうこと？え、5期生が入ってくる。5期生ね。あ、そういうこと。そうだね、ともかさんになります。どうですか、心情は。心境じゃなくて、心情だ、心境が。どうしましょう。いや、そうですね、私も本当に国政オーディションはその当日に聞いたので、うん、当日にそのそうですよ、ね、実践して、ね、今が急でしたよね。そう、今なんや。そうだよね、なりました。うん、時々先輩になります。いや、でも、ももちゃんは多分年上の人は入ってこないだろうなとは思う。あ、ほんまですか。え、でもその何歳までかわからない。そうですよね。 それがわからないから、なんか4期生の時は12歳、12歳から21歳でした。だから、もし同じやったとしても同い年なんで、20歳。確かに。そっか。え、どうでしたか、ルアさんたちが4期生入るとき。正直どうでした。そんな感じだったっけな。いつオーディション
あれいつ発表されたっけ？去年の6月頃、うん、何で発表されてた？公演？公演か。公演なのかな？あ、公演だ。公演な気がする。公演で公演のスクリーンに映ってた気がします。それを見た？見てないんですけど。あ、見てない。あ、なんかホームページみたいな感じで、はい、懐かしいな。その時公演いなかったけど、その時多分前々から知ってた気がする。あ、確か。そうなんです。え、なんか前々から知ってたし、あれだよね、なんか4期生みたいな感じでスタッフさんが結構言われたよね。そう、4期生みたいな結構言われてたよね。どういうこと？え、なんかそう、入る前にどうしよう、うん、4期生って感じ。え、そうだったよね。うん、なんか結構騒がしかったから、なんか結構4期生心構えができる。うん、そうね。ね。うん。でもすっかり馴染んで嬉しいわ。なんか優しいからですよ。いやいや、年上なのにこうやってさせるのが嬉しい。そう。こう見えてね。え、私本当にルアさんとリカさん、私年齢でもなんか、うん、お姉さん感がめっちゃあります。だってリリカ。だって。だって。あざす。でもさ、なんかさ、不思議な感じするよね。でもなんか、なんか不思議だよね。それでも、どう思う？ユータンしかあれじゃないですか、年下。あ、そう、ユータンしか年下いないのよ。そうなんだ。え、コマ？あ、コマちゃんはなんならちょっと上ですか？はい、あ、誕生日が早かったんで一時期上でした。すごい、なんだね。まあ、不思議な感じがしますよね。不思議な感じ。スタッフさんも困ってました。え、鈴木ってあそこと同い年なの？え、鈴木呼びなんですね。え、だ、何呼びだったっけ、ね、ちょ覚えてない。どうだっけ。でもいろんな呼び方されてる。リリカ様とも呼ばれる。いろいろあるよね、呼び方。客車ばっかりしてるね。なんかさっきすごい時ありましたよね。うん、時ありました。コメリ店でめっちゃ接客っていうか、その募金活動中にくしゃみしました。なんかさ、不思議なくしゃみの仕方しね、なんか。あ、そう。ヘクシューヘーみたいな。ヘイ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 みたいな余韻があるんですね。不思議。本当に不思議な子ですね。ご規制はどんな子が入ってきたの？ね、どんな子？もしかしたらそこのあなた。そこのあなた。あなた、あなたですよ、あなた。もしかしたら。私。いや言ってないです。言ってないです。そこのあなた、ね、画面の向こう側のね、その寝転がって寝転がってなんかマック食べながらのんきに配信を見てるあなたです、あなたです。あ、ですか。リリカさん。そこのあなた、あなた受けてみませんか。どんな子が入ってくるんでしょうね。ね。いや、でも私はグミ好きな子が入ってくるしいなと思いますね。入ってきますよ。グミ。グミ研究部。だんだん知名度上がってきてるんで。お。頑張ります。ワールドグミ。あ、そう、ワールドグミ研究。グミ好き？私、あ、キリンカップやって、梅干しらしい。梅干しシート食べてました。残念。あ、チョコ。私はチョコと梅干しシート食べてました。え、好きじゃない？あんま食べないんだ。梅練りが好きで。渋いね、やっぱり。やばい。梅練りが大好きで。渋いね、それは。あ、お持ってますよ。ミルカさんがラムネグミ。さすがです。ラムネグミです。これ一生なくならない、マジで。え、ちゃんとグミ好きだよね。え、うん、マジグミは好きだよね。そう、めっちゃ食べてんだけど、うん、2、3週間ぐらいなくならない。え、賞味期限大丈夫？え、ギリいけんじゃない？ギリいけん。よかったよかった。いやちょっとね、加入したかったけどちょっとごめんなさい。でもね、残りちょっとなんだよ。あとちょっとね。でもさ、硬すぎて同時に2個食べれないんよ。うんうん、
なくならない。そっかそっか。部長って誰でしたっけ？あ、部長です。あ、部長。はい、私が勝手に作って自分でワンルグミ研究部ですって自分で名乗って、はい、メールとかにグミ情報をあげて、でファンの人もグミ研究部にしてたんだけど、そうなんか私とファンの人で研究部ってやってたんだけど、ある日ゆうなも好きみたいになって、はい、あ、じゃあ一緒にやろうって。そっからだんだん拡大してた。そうなんです。コマも入ってる。あ、そう、コマも入ってる。そう、初耳。今3人。え、てかさ、ヘンテコリーズね。あ、うん。2人になっちゃったんだ。ね、ハルちゃんが抜けちゃった。ヘンテコリーズ私、いまいちよくわかんない。ヘンテコリーズ、NGT やめるけど、ヘンテコリーズはやめないよみたいなことを言ってたんだけど、グループラインがあったの。そのグループラインをハルちゃんが抜けててかって。勝手になんか抜けないよとか言っておきながら勝手に抜けられてて、マジこれは、うん、大事件。リリカさんも怒ってますよ、怒ってますよ、大事件。やばい、大事件です。それはまずいんじゃないですかね。やばい、ね、やばいね。え、てかあれだよね、ハルちゃん1回3期のグループライン抜けたよね。わかる、抜けたんよ。いつですか？え、1回、いや、たぶん遊んでたんだろうけど、1回抜けて、で、スモにまた招待されたよ、ね、見た。大丈夫、あの、そ、あの、普段からそういうあの面白い子なんで大丈夫、全然多分ガチではないと思っている、はい、あ、多分、あの、はるちゃんじゃないわ、花江ちゃんか私のどっちかが、うん、ねえ、なんで抜けてるのって言って戻してくれるのを待ってんのかなと思ってる、うん、あ、ちょっとかまちょ、ちょっとかまちょ。でも、花江さんもリリカさんもなんて言うんですかね、うん、戻、なんて言うんですか、自分から、うん、言わないタイプ。そうね、うん、確かに、あの LINE とかそう、確かにそうね、現実だったら言ってるけどLINE だったらそんなになんかちょっとね、気づいてない。気づかない、うん、気づかない。そう、この配信見てたらおもろいな。見てないえ、なんか4期はグループでなんかなんとかずみたいなないの？ない、ペア、ペア、全くない。ないんだ。ないです、本当にないです。でもなんか、そうね、そういうイメージないかもね。ない、でもわかんないよね、私の知らないところでできてるのかも。そう、怖い、悲しいことない。怖い、怖い、私の知らないところで。でもさ、あれじゃない、公演、あの、何、公演とか始まったらなんかできるんじゃない。あ、できるんですか、ね、確かに MC はね、うん、結構すぐできるよな。でも4期の中でなんか唯一あるのが、その年下組と年上組、それだけだけです。うん、あります。年上組に入ってると思う。え、エロガッピー、どっちなんだ、4期の中。私めっちゃ真ん中なんです。あ、そうなんだ。でも、サホたちと一緒やから、うん、サホたちも年上組って言われてるから、うん、年上組に入ると思う、ヒロカも、年上組になる。なるのか。なってる。僕が僕じゃなくなるよで、1個下があんの。1個下が、だからアンナから多分年下組になってる。あ、そうなんだ。でも公演見に行った時、うん、多分年下組に入ってたの。でもサホたち年上組になってる。どっちなんだ、どっちなんだ。だから多分年上組って思ってたのに、思った方がいい、うんうん、心構え、うん、心構え、分かんなかったです。年下になりたいんだ、私は。あ、そう、なりたいよ、なりたいよ。ちょっとわかる、そう、大人になる前に、ちょっとわかる、の中でいます。わかる、大人になりたくないよね。うん、大人になる前に何でもしないといけなくなるからね。大人になったら、おもちゃんが言ってると重みが違くてさ、うん、説得力、説得力。なんか年金とかも払わないと。ちょっと待って、ちょっと待って、そこか、それは先すぎない。そう、年金いつから。え、払ってます私。え、年金、多分20歳。20歳って何？なんか将来もなんか年金払う。え、将来ちゃんと年いっても払、うん、なんか過ごせるように、うん、って感じで年金、国民年金みたいな、国民年金払ってる。でも私成人してるんだよね、一応18歳。20歳からだって。20歳から、あれいくつ？18です、今年。
18になります。まだあれ、あ、もうなって、なりましたよね。18、06、あ、06です。ななちゃんとひろか同じです。さほちゃん、ななちゃん、じゅっちゃんがさほの、そうだね、06です。え、あなたは07です。あ、678、あ、3です。あ、私の一個上だから5か、5、なぎちゃん、萌えさんが5で、ね、4は夏樹とかビューハとかの代か、そこらへん、メリーも、あ、そうだね、メリーちゃん、へえ、面白いね、こうなってるんだ。じゃあ5期生は何世代だか。めちゃくちゃ下の子入る。どうしよう、10とか言ったらどうしよう、もう09とかじゃないよ。ユータンとかって10とかじゃなかった？あれ、ユータン09じゃない？早生まれっていうことだよね。じゃあ11とか入ってくるんじゃないですか。余裕で入ってきそう。普通にいてもおかしくない。やば、ほー、ドキドキ、やばいね。うーん、焦ります。焦る？いや、焦ります。焦んなくていいよ。焦ることも特にないでしょう。まあ、まずは明日のイベントだよね、リリカ。うん、まずは明日。そうですね。もう一回外カメ。はいはい。頑張ってください。頑張ってください。頑張ります。頑張れ。ありがとう。急だね。やばい、嫌な先輩。どこが嫌なんですか。うん、こういうぶちゃぶりみたいなのに対応していくのがイベントなんだよっていう、この教え。そうですね。そうなんですね。違うよ。ぶちゃぶりじゃないよ。ぶちゃぶりじゃない。ぶちゃぶりじゃない。なんかあるんですか、計画。明日は何時からするとか。ぜひ今言った方がたくさんの方も全然わかりやすい。なんかめっちゃ公園とかぶっていて、いろいろ。なあ。え、明日公園？違う。明日じゃない。明後日、これから1週間。あ、そうね、いっさこいさとかもあるもんね。そうだよね。あ、確かに。だから朝、めっちゃオフになっちゃう。だってかもです。え、メイクして配信する？頑張ります。うそえ、スピンでやるの？え、もなんで、なんか、てかリリカ最近配信してないよね。ごめんなさい。みんなリリカになってるんじゃないですか。ごめんなさい。いい、イエイ。ごめんなさいな。リリカどうぞ。はい。あの、リリカらしくていいじゃないの。レアキャラ。レアキャラだな。なっちまった。でもおしゃべり会の日って配信したいよね。メイクしたし、せっかく。そうですよね。しかも今日メイクさんだし。髪型。そうなんですよ。みんなそうです。だから私も、いつもめっちゃポニーテール。これしてないけど。え、そう、今日。え、なんか2日連続ぐらいツインなんだけど、やばい。おぉ、かわいいじゃん。めっちゃかわいいです。言わせたかも。なんかそんな棒読みなのイメージ。うん、だからなんかあんまり、そう、そこまでなんか撮られるっていう日じゃない日にしてみました。今日は私は鈴木リリカです。はい、鈴木リリカです。髪型がリリカ。はい、そう。だからさ、写真見てさ、初めて来た人とか、あれ、どっちがね。顔はツインテールの方がリリカだけど、髪型はどっち。混乱させてしまいました、すみません。鈴木リリカね。このままお話し会します。選手権したいよね。私もこのままお話し会しようね。あ、そうです。リリカ、これが、ごめん、引っかかってた。誰が一番これが、ね、そう、なんかね、みんな鈴木リリカですできるんだよ。リリカです。みんなこれできるからさ。よし、やってみよう、みんな。そうでしょ。今、あ、じゃあまずリリカ、鈴木リリカです。はい。鈴木リリカです。はい。鈴木リリカです。え、私でも公演の時のリリカさん多分できます。どうぞ。はい、鈴木リリカです。うん。え、なんかわかります？なんか。はーいって言ってるっけ。なんか言ってないよ。落ち着きがあるんです。落ち着きあるんです。なんか隣で聞いてます、ずっと。はーいは言ってなくないか。はーいは言ってます。はーい、わかる。ちょっとなんか、わかりますよね。はいって感じではない。その自己紹介の時でしょ。はい、はい、
鈴木玲香です。うん、はい、あ、分かる、それはちょっとあるかも。そうね、それはね、ちょっとはあのね、あのファンの方の拍手の収まりのタイミングを伺うために、 あ、そうだね、はい、うわー、なるほどね、はいってなってるんですね。なんか分かる、結構分かるかも。いきます。ちゃんと隣で聞いてます、その、うん、はいよ。鈴木リリカです。おお、まぁ、あ、ちょっと昔かな。はい、昔のリリカ。ちょっと昔かも。おもちゃんの昔なんですか。おもちゃんのちょっと昔だな。あ、昔でした。ちょっと昔、そうだね。あ、じゃあぜひ私のなんか生誕祭とかで、まあ、みんなやってみましょう。選手権全員で練習しておいてください。絶対勝ちたいですね。いや、勝ちましょう。お願いします。うん、勝ったらなんかアンバサダーの権利ちょっと奪えます。え、じゃあ、え、なんだろうね。じゃがいもプレゼント。あ、じゃがいもプレゼントって言うと、じゃがいも、じゃがいも、特製じゃがいもジュース。ジュースですか。ジュースかちょっと大丈夫かな。やばい、やばい、心配だな。作ってくる家から。ありがとう。本当にリリカ作ってくるのか。お母さんとか作ってでもお母さん作ったら美味しくなっちゃうからさ。あ、あ、美味しくなっていいのか。いや、まあ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 、ご褒美ですからね。いや、でもじゃあ、あの一番下手くそだった人が特製じゃがいもです。絶対やだ。バッとして、ジャイアンみたいな色になってた、ね。ジャイアン。やばい、紫色みたいな。やばい。罰ゲーム。頑張ってね、明日の。頑張って。頑張ります。頑張って。目標は？目標。やば。目標とかあんのか。目標。目標は私は2位内です。の、お、頑張ります。頑張ってください。あ、ちなみに得点は1位が1ペ、ミニさんだよね。はい。ミニさんっていう雑誌のイベントなんですけど、1位が1ページ。2位とあと特別審査員賞の方がペアで1ページだそうです。頑張る、頑張ってください。頑張ります。でも気楽にね。そうですね、何にもなんか、そう、背負いすぎるとね、なんかどんどん気持ちが落ちちゃってるから、自分の頑張り、まず3時間もみっちりできるかっていうのもありますし、ね、前座があるから。前座ガールズ、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 頑張ってね、本当に頑張ります。だってモモちゃんね、なんだっけ、ビスさんだっけ。はい、ね、決勝はいつですか。11月中としか言われてなくて。あ、そうなんだ。あー、一番つけたいリップが見つかんない。あー、持ってあげようか。私もしますよ。あー、いいんですか。ありがとうございます。優しい、片手にステッキ、ありがとう。キラキラ。え、待って、マジでないよ。なんかさ、そういう時ない。あります。一番これが欲しいっていう時になんか見つかんないんで、あ、ここ置いたらダメだ。置きたくなる。めっちゃ可愛いですね、そのポーチ。え、嬉しい。え、ないよ。あ、待って、ないよじゃない、中身がなくなって抜いてきたんですか。あら、はい、使い終わったんでした。あ、はい、あ、はい、配信してます。すいません。あ、でも大丈夫です。謎の間。あ、大丈夫、ない、危なかった。ありがとう。はい、上から。ありがとう。イエーイ。もう15分やった。経ってます。経ってます。ランキング見ました。読むか。はい、よいしょ。どうしよう、一人ずつ言っていきますか。13位。あ、オッケー、13位。じゃあこう時計回りで投票機能にしてて、うん、何を投票してるの。あ、なんか明日、ね、イベントだから投票の方がいいって。あ、なるほどね。なので
投票は読みません。了解です。私何にも気にせずやっちゃってた。はい、全然。十いいですか？じゃあ十ごめんね、三人で。はい、ごめんね。十三位ラーメンさん。十三位パラレルさん。あ、いや私も十三位って言ってた。ドスドス担当のアザシクジガンさん。ありがとうございます。十二ズカさん。ジョージマルさん。マイゲさん。ありがとうございます。十一バンネコさん。ズロロさん。シュウちゃんさん。ありがとうございます。ジふわふわさん。焼肉大好きさん。アトランティスさん。ありがとうございます。9位、タクゾウさん。ヒロ兄さん。ありがとう。ささあ、ごめんなさい、ごめんなさい。ありがとうございます。8位ですか？ 8 位、大将さん。11お兄たん。バッサーさん。ありがとうございます。7位、ビッグさん。フレムさん。オガーマンさん。ありがとうございます。6位、タカさん。翼欲しいさん。シュンさん。ありがとうございます。5位、ヨコリンさん。ショウさん。マナのピクチャーさん。ありがとうございます。良いブルーさん。ふわふわさん。セッテンガーさん。ありがとうございます。3位古川さん。イカッチさん。古川さんすごい、ありがとうございます。すごい。2位てつやさん。マショウさん。ギャッピさん。ありがとうございます。1位ハニオレさん。ベロさん。タカタカさん。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ひろかありがとうございました。ありがとうございました。私は今メイド服、あ、ごめんね、個人のお話個人のお話、特にないな。この後おしゃべり会です。このまま、このメイド服して楽しみます。疲れたからやりません。おいマックの日ありがとうございました。お疲れたからこのままやっちゃいます。私の手がデビル、あ、デビルもします。後でよろしくお願いします。特に個人のお話ないんですけどでは、では切りましょう。切ります。バイバイ。バイバイ。バイバイ。ありがとう。バイバイ。ありがとうございます。こっち